ラグラン伯爵は、かつて存在した、イギリスの伯爵位、スコットランド貴族伯爵位。三大伯、ウィリアム・ダグラス、オールド級のニックネームで知られる、構塚で、老費家としても悪名高かった。初代セルカーク伯爵、ウィリアム・ダグラス・ハミルトンの四男にあたる、ジョン・ダグラス・ハミルトンは、1697年4月14日に、ラグラン伯爵、 リッカートン死爵及びヒルハウス教に除された。一連の爵位はいずれもスコットランド貴族爵位である。また爵位には、初代博の男系子孫に加えて、その女系子孫も継承できる特別継承規定が付与されていた。加えて、初代博は1739年に、兄チャールズが死去すると、セルカーク博爵位も合わせて継承した。彼の死後、爵位は、 特別継承規定に基づいて、その娘案が承継した。また、セルカーク白尺位は二大白と三大白の弟のマゴダンバーが相続している。二大女白案は、第二大マーチ白尺ウィリアム・ダグラスと結婚して、一人息子のウィリアムを設けている。彼女の後はウィリアムがクイを承継した。三大白ウィリアムは、父が亡くなると、ラグラン白尺位就職前に、 マーチ伯爵を相続した。さらに、1778年に、おじの第3代クイーンズベリー公爵、チャールズ・ダグラスが死去すると、クイーンズベリー公爵をはじめとする15の爵位の継承者となった。しかし彼には、子がなかったため、同人の死をもって、ラグラン伯爵以下3つの爵位はすべて廃絶した。他方、不景由来のマーチ伯爵は、 当園のウィームズ伯爵家へと流出した。さらに女系継承を認めるクイーンズベリー公爵及び、その従属爵位は、バクルー公爵家に相続された。一方、特別継承規定を持たないクイーンズベリー公爵と、その従属爵位は、サーチャールズ・ダグラスがその後を襲った。初代セルカーク伯ウィリアムは一代貴族ながら、ハミルトン公爵にも除されていた。特別継承規定の原文は、 1904年観光のスコッツピレージによれば、エアーズメール、フームフェイリング、ツーザエアーズはゾイバーオブヒーズボディーとある。ありがとうございます。